そのホンダの世界の最高の人たちが作った本物に触れて本物の自分も仕事をしたい、すごいかっこいいと思うんですよ、はい、全部面接、そこが面接、そこが面接、全部そう、自分の子供と同じですね、可愛いです。木工を作った時は人の笑顔です、それしかないです。自分もやっぱ楽しんで、その楽しんでる様子を人に伝えることが僕としても楽しい、幸せ。